こんにちは、ツチノコです。スプラトゥーン3サイドオーダーの方続きやっていきましょう。さあ、いよいよコントロール最初の塔ですかねの最上階に向かっていきたいと思います。くぜ、何が待ってるんだ。あっという間に最上階まで来ちゃったけど、じゃじゃん、コントロールルーム。え、やば、おい大丈夫か。飯田とんでもないことになってない。あれはまさか、え、飯田、なんかタコに囲まれてる、聞こえねえのか。ちくしょう、変な機械に捕まっちまってる。え、あ、怖い怖い、この手怖い。ほら、侵入者を確認、ノンカラ処理。何ノンカラ処理って。今助けてやるからな。やるぞハチ。よし、負けないぜ。何あれ、飯田エジタント秩序の使い。あ、なんかあれじゃないな、秩序なんとかと秩序って、あのスプラ2のやつだよね確か。よし、これもポータルか。よっしゃ、いいぞ。はい、おら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 、よし、レベル低のアタック、ポータルは2個残ってる。まだよし、 OK。 おい、おほほ、え、駒使えるようになった今一瞬。おお、やばいやばいやばい、ちょっと待った、待って待って待って、死ぬ死ぬ死ぬ、なに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 。ああ、なるほどね、ああやって出すのね。なるほど、ちょっと待って、うひひ。さあ、まずここをやって、さあラスト、ここは、おい、はい、あれちょっと重いのか、きれいにいかなかったね。よし、これで全部だよな。どう、エラー、バリア展開できていません。しゃあ、バリアが壊れたぞ。これか、危な、やべ、ちょっと待った危ない、ひー危ねえ、ちょっと硬いね。よし、なるほど、キュー、あらまだまだ、おらおらおら、東大元暮らし、ここにいるんだよ。どうや、やったのか。はあ、はあ、溶けた、あ、飯田、ハチさん、ちょっとなんか飯田可愛くなってるね。な、なにこれ。エラー、侵入者のノンカラ処理に失敗、秩序を生み出すもの、黒分子。なんだてめえ。私は王だ。秩序を求めるあなたの心から生まれた知能、完全な子となった今、もはや器は不要、全てをメモリーへ。うわあ、いけない、塔が暴走しています。うわあなんだこれ。任天堂プレゼンツ、塔がぐちゃぐちゃになった。スプラトゥーン3なにこれおい、とんでもねえことになっちまったぞ。上の方がサイドオーダー、
かっけえ始まり方。なるほど、チュートリアルだったんですね。道理で短いと思った。あ、え、姫ちゃんいるやん。起きてください。よかった、気がついたみたいです。先輩、ハチさん助けていただいて。なんかめちゃめちゃ姫ちゃんゴージャスになってない？大丈夫？本当にありがとうございました。私が元の姿に戻っててびっくりしたか。飯田がちょちょいっとしたらこの通りだぜ。すいません、先輩がドローンの姿になっていたのも全てはときめき秩序世界の大冒険が原因で。何それ？ん？ときめき？ごめんなさい、ちゃんと説明しますね。ここは私が作ったネリバース、いわゆる VR 仮想現実の世界です。なるほど、仮想現実？おいおい、ここは本物の世界じゃなかったってことか？はい、私たちはこの世界ネリバースに精神だけが飛ばされている状態です。さっきのモヤモヤ、オーダは私を支配してネリバースを暴走させ、たくさんの人の精神をネリバースに無理やり取り込んだんです。そこに僕も巻き込まれたってわけか。水田、ごめんね、あなたまで取り込まれるなんて。とにかく今はこの状況を何とかすることを考えよう。そうね、どうにかしてオーダを止めなくちゃ。オーダの目的は色のない秩序の世界、誰一人自分の意思を持たず同じことを繰り返し続ける、そんな永遠に変わらない世界をネリバースで実現することなんです。なんだそりゃ。つうかネリバースは現実じゃねえんだろ。ネリバースがその秩序の世界になったとして現実のあたしらには関係ないんじゃね。それがオーダは取り込んだ人から意識を奪う、意思を奪うため。ちょ、かわいいね、あのオーダ。おい、ちょ、おい、自分たち美化しすぎだろこれ。ノンカラ処理というものを行っていまして。ノンカラって何？天ぷらみたいな。ネリバースでそのノンカラ処理とやらをされると現実の実分もただし済まないということか。ええ、ノンカラ処理されてしまった人は現実でも少しずつ気力を失っていってしまうんでしょう。昔の少女漫画みたい。オーダはこれからもたくさんの人の精神をネリバースに取り込み続けるつもりです。このままではいずれ世界中の人が気力を失って現実世界まで大変なことになってしまうかもしれません。やべえじゃねえか、なんとしてもオーダを止めるぞ。すいません、全部私のせいで。へっ、飯田がネリバースを作ったのは大事な理由があったからなんだろ。それは悪用しやがって、オーダのやつ許せねえよな。私らでぶっ飛ばしてやろうぜ。先輩かっこいい。なるほど、やった。なんだ、自由に変形可能なのね。こっから先も私がバッチリサポートしてやるから安心しろよな、ハチ。じゃあ行くか、秩序の街。はあ、なるほどね、 VR の世界だったのかこれ。それならまあガテンが行くな。で、うわ、やば、マイクラみたいになってるけど。ハチさん、少しいいですか。調べてみて分かったんですが、どうやらオーダはこの塔の難易度をものすごく上げてしまったみたいなんです。なんだそりゃ、難易度が上がるとどうなるんだ。見ての通り、塔がより高くまがまがしい感じになってしまいました。それだけでなく、ライフが減って1回のミスで塔の外へ追い出されるようになっていたり、ハチさんの受けるダメージが大きくなったりしているようです。ぐえ、結構きついぞそれ。ただ私もネリバースの関係者として指を加えて見ているつもりはありません。塔の外からならシステムはハッキングできそうなので、プログラムを書き換えて難易度を下げてみます。そんなことできるのか、さすがイーダ。ただハッキングには真珠というものが必要です。ハチさんはもう真珠を持ってるはずですよ。持ってる、あれ50個。さっき塔が出た時に生成されたものです。塔から出ると中で手に入れたカラーチップとネリコインが自動で真珠に変換されるようになってるんです。よくわかんねえけど、塔の中で頑張った分だけ外に出た時に真珠がもらえるんだな。あ、じゃあカラーチップはさ、もうリセットされるんだ。その真珠で飯田にハッキングしてもらえば、次はもっと戦いが楽になるのか。そんならいけるかも。
なるほど、そういう感じで、うまい人はもう一発でいけちゃうかもしれないけど、きつい人は何回も何回もやり直せばだんだん簡単になっていくって、そんな感じですね。早速試してみてください。最大ライフが30コイン。はあ、なるほど。受けるダメージ、最大追加アーマー、重ね着できるアーマー、はあ、ピンチジャンプ、ドローンの行動スロット、へえ、姫ドローンセットできる、サポート行動の数が増える、塗りドローンゲージ、ドローンゲージが追加する、ドローントラップ、へえ、最大ライフ1になってる、これ1きついなこれ1はさすがにきついと思う、この僕ですから。よし、で20か、ドローンの行動スロットでしょうね、20なら。よし、ハッキングで次が50か、で残りが10でもう何もできないと。今の塔を登りきるのはたとえ8さんでも難しいでしょう。ですがハッキングが進めば戦いやすくなるはずです。私もできるだけサポートしますので、オーダーを止めるために力を貸してください。それからもう一つ、このパレットを受け取って、パレット変更から武器を持ち替えてみよう。パレットってカラーチップ始めるやつじゃん、飯田も持ってたんだな。このパレットをドローン、つまり先輩にセットすれば別の武器が使えるようになりますよ。調べたところ他にもパレットがあるようで、他のパレット反応はそこのロッカーから出ています。先ほど助けてもらった時ロッカーの鍵穴が合いそうな鍵を拾ったので持って行ってください。パレットは塔を登ってる間は変えられないので、エレベーターに乗る前でプラスで選んでくださいね。なるほど。お、開いた。飯田開発日記。なんだこれ、飯田の日記じゃねえか。他人に呼ばれたらダメなやつだろ。ちゃんと帰りしとけよな飯田。それは何かの役に立つかもしれませんね。ちょっと恥ずかしいですけど、先輩ハチさん、よろしければ読んでみてください。いいのか飯田。じゃあ日記はハチが持っといてくれ。 X のメニューで読めるぞ。さらに開けて、プレートゲットプレートゲットかい。このロッカーいろんなもん入ってんのな。もっと開けてみようぜ。4号のパレットをゲット。パレット変更から武器を持ち帰ってみよう。これ4号さんのパレットです。4号って誰だっけ。当たり目さんに紹介してもらったニューカラストンビ部隊の隊員さんですよ。あのめちゃ強いとかいうやつか。なんであいつのパレットがネリバースにあんの。実はパレットは魂の一部が形になったものなんです。どうやらオーダーが無理やり4号さんの魂の一部をネリバースに取り込んでパレットにしてしまったようですね。4号もやられてんのか。マジ大事にしねえとやばそうだな。このロッカーにはまだパレットの反応があります。鍵をゲットしたらどんどん開けてみましょう。なるほど、鍵はこれで終わりと。オッケー、じゃあちょっと日記をどうしようかな。日記読むか。飯田の開発日記。あ、すごい、ファイナルフェスが終わりました。うわ懐かしい、4年以上前だって。結果は私たち秩序派の負けでした。皆さん頑張ってくれたのに残念です。でもでもフェスの最後に先輩が世界進出するって宣言して本当に嬉しかった。うきゃー、こんな気持ち、あの戦いを見た時と初めてハイカラスクエアに来た時以来です。私たちテンタクルズが世界進出ということは、これからとんでもなく忙しくなりそう。新曲もいっぱい作らなくちゃ。姫先輩はほんとすごい。ほおずき姫、タコゾネス舞台から脱走して途方に暮れていた私に希望をくれた人。2人でテンタクルズを結成して、それから今までずっとまるで夢の中にいるみたい。何度か泣けてきた。ぐすんぶわーふう、取り乱してしまいました。私にはもう一つやらなきゃいけないことがあります。世界進出と同じくらい大事なこと、プロジェクトネリバース。8号さんたちはネル社の8号さんたちネル社の被害者を助けるプロジェクトです。こっちも頑張ります。ネル社の被害者か。これのまたまだまだ右に粒があるんで、これ、もっともっとあるんだろうな。うん、なるほど。ステッカーゲット、やった。スケルトン図鑑どんぐらいあんの。ネリバースのベータテッサー。ああ、でもそんなにない感じなのかな。でカラーチップコレクション、なるほど。あ、真珠ゲットしたよ。やったやった。飯田の30ってまだ確かいけたよね。受けるダメージ軽減、あ、いいね。ピンチジャンプ、アーマーが全てでハッキングするジャンプの高さをアップします。いいね。よりドローンゲージか。ピンチジャンプってめちゃめちゃなんか助かりそう。これにしよう。
僕ピンチになること多そうだからよし、じゃあちょっと行ってみるか。どれどれ、どんな感じ、何階まであるんだろう。見ろ8、エントランスの雰囲気も変わってるぞ。なんかいろいろ増えてるっぽいし、塔を登る前に準備運動していくのもありかもな。そういやパレットは塔を登ってる間は変えられないってさっき飯田が言ってたっけ。パレット選んだ子はねえとな。パレット変えるならプラスだぞ。よし、じゃあちょっとパレットを、あ、このパレットにしてみるか。よし、おお、いいじゃん。オッケー、じゃあちょっと行ってみるか。真珠欲しいし、どんぐらいいけるだろう。皆さんこの先厳しい戦いになるかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。いっちゃやってやっか。まあこうなったら最後まで付き合うよ。パレットが空っぽになってんな。前の塔で持ってたカラーチップは真珠に変わったからね。カラーチップによる強化も全て失われてるよ。ライフの数も前より少なくなっています。ライフを全て失うと塔の外に追い出されて1回からやり直しになってしまいますので、気をつけていきましょう怖いやつ、何遍もきついやつで、クリア報酬とかがあって、はいはい、何回まであるんだろうね。普通これスペシャルジョーカルアップ行こう。これよし、やるぜ。真珠とにかく欲しいよね。おお、おお、投げめちゃくちゃ投げ一回からやり直しでめちゃくちゃ投げ。なるほど、ボールを運べ上までな。了解っす。上手い人もうクリアしてんでしょうこれきっと。よし、あー、なるほどね、こういう感じでね。さあ上がっていきましょう。ライフは2つになったと。よし、オッケー、ぴょーん。よし、あ、ちょせっかく行ったのにもうちょっと待ってよ。おらおらおら、伸びろ伸びろー。スーパーショットか、あれ。よしよしよし、上まで来た。でここか。え、ダメなのこれはい、オッケー、時間かかっちゃった上り坂のフロア、よし。そして、あ、全部簡単だね。移動泥ゲンジ、ラッキーコム時間、メイン射程、あ、いいね。メイン射程どんどん増やしていこう。これで上までブン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 上がっていくかって感じね。よし、難しいステージあるかな。よし、これも同じか。おお、強い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 、あのトゲトゲ強いね。おらおらおら強い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 、はい、よし、スーパーショットで、おら、おお、ちょっと待った、どこ、ここ、あれ、これこれだっけ、違うか、これで上に上げててか。はい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 、ちょっとちょっと、よし行こう。はいはい、わー、あー、待って待って待って、やばいやばいやばい、危ない、まだ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 来てる。あ、やったー勝手に弾がクリアしてくれてた、ありがとう、ありがとう弾。よし、おお、ディスクパーツ確率、ドローンバッテリー確率、いいじゃん。まあだんだん上がっていっちゃうか。
だんだんあれかな、難しいになっていくのかな。なんか真珠ももらえるっぽいし、どんなフロアでも楽勝だね。おお、すげえなこれ。ほら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 、残り、あ、もう倒してんじゃん。ウルトラショットで余裕でした。ウルショでできるぜ。よし、移動スペシャル。何、移動スペシャルって。移動でスペシャルゲージが増加します。すごっ。行ってみるか。イエイ。飛び込み台のフロア、オッケー。ポータルを壊すね。よし、まずはちょっとこれ、おら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 、ポータルを壊しますよ。よし、これ上がってってと。おお、あ、やべ、もったいな。あ、ちょっと待って、よいしょー。さて倒しちゃおうかな。もうこれ、あ、やべやべやべ、危ねえ。ちょっと待って待って待って、危ねえ。あー、あかん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 。いいぞ。そしてスペシャルが今出たから、普通に行った方がいいか。はい、オッケー。ちょ、時間かかっちゃった。1分かかっちゃった。やりました、ホーミング。まあ簡単なの、どんどん行って、なんか階登るごとに報酬があるみたいだから、鍵もあったよね確か。いいぞ、リフト床のフロア。はい、ポータルを行こうな。よいしょ、お願いします。ボーンで向こう側か。はい、これいけそうだね。もう、はい、やりました。イエイ。いっぱい真珠ゲットできてんのかな。よし、まずは5回突破だ。クリアした時に真珠がもらえましたね。この塔5回をクリアするといろいろ得点があるんです。5回をクリアしていれば、その後外に追い出されても次チャレンジするときに最初に500練りコインがもらえますよ。さらに5回で必ず自販機コーナーが出るようになるんです。自販機コーナーか、一息つけそうじゃん。それならなるべく毎回5回は突破しておきたいね。このままオーダーをぶっ倒しちまえば関係ねえけどな。なあハチ、え、自販機はどこにあんの。え、コレクション、はいはいはい、L、 5階。ああ、なるほどね。じゃあ、もうそのまま行きますか。メイン速度。いいぞ。後半難しいばっかりになるのかな。だ、あそこ鍵があると。よし。OK。やりましょう。シュイーン。ちょっと待ってよ。あー、これか。
やべ、あれマジか。これを回して進んでいく。おらおらおら、いけ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 、回れ回れ回れ。よし、おらおらおら、回れよし、で上行ってくれたね今ね。ふう、ひーひー、最後はあそこか。はい、頑張れ。よし、いけー、進め。よし、やったねー。ほいほい、わっ難しい、あるよ。メインショット塗り塗りラッキーコンボ、へえ。ディスクパーツ確率、これちょっとやってみよう。ズズン、あ、また自販機ある、あそこに。狙うフロア、逃げる敵を倒せ。これか、なるほど。いいぞ。3匹か。ちょっと待って。やめ。難しい。ちょっと待って。よし、これあの音がいいじゃん。おーい、おい、やりました。飛ばした駒を。ほいほいほい、爆発サイズ。あー、なんか難しいばっかりになってきたぞ。いけるんでしょうか僕は。さて次が8階空き地のフロア。よし、はい、ここで降りて、おお、なかなか。はい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 、インクを回復しながら。大丈夫、後ろから来てるんだね、きっと。ですよね。ここら辺をもらっといて、でどこにあるんだ、ポータル、これか。うん、なるほど、はい。OK、 本当にただの空き地だったね。いいぞ、見ろよハチ。何、練りコインで買い物できます。ドリンクでも買って休憩していくか。ドリンクは売ってないのですが、練りコインがあればライフを回復したりカラーチップを買ったりできますよ。あとサブウェポンやスペシャルウェポンを今とは別のものに交換できることもあるんです。自販機コーナーに行くだけでも上のフロアに進めるから、安全に登るために選ぶのも一つの手だね。へえ、行ってみるか。すごっ、ちょっとじゃあ行ってみようか。自販機コーナー入る、本当は多分入んない方が良かったんだろうけど、カラーウェポンにした方がいいよね。あそこにも自販機コーナーあるけど、わあれが自販機か。何売ってるか気になるな。自販機で買い物しよう。何これ、メインショットダメージ遠い、ポイズンミストにできたり、トリプルトルネードにできたりする。へえ、あ、でも結構お金かかるね。まあ、これ買いますか。ドン。買っちゃいました。お、高っ！めちゃめちゃ買い物できるな。じゃあエレベーターに戻るか。へえ、こんな感じね。
で次のフロアがなんかボスっぽいんだけど、ジャンキコーナー次のフロアだけど明らかにこれまでと様子が違う。なんだか嫌な感じがするよ。もし私の設計がこの塔に反映されてるなら次の10階ではいわゆるボスが現れるはずです。強いやつがいるってことか。無理はすんなよハチ。次がはてなはてなはてな、鍵とクリア報酬もらえるということで、じゃあ次回はですねこちらのボスからスタートしていきたいかなと思います。これで負けたらまた1回からってことだよね。さあ僕は何度も何周する羽目になるんでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。